レディオアクアス、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 エイト、ドゥア。レディオアクアス、アクアス、エイト、月8、この番組は那須塩原市、疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスから、生配信しております。今日も生です。今日も生、はい、月曜から金曜の夜8時、アクアスからということでレディオアクアス、アクアス8、今日月曜日は、月曜の8時ということで月8という名前で、番組を配信しております。この番組をお伝えするのは上田エレニス、よろしくお願いいたします。それから私、ガリレオ鈴木です。よろしくお願いいたします。今日も1時間、楽しく配信しようと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします、はい、いかがでしたか週末は。うん、いいですね。それもちょっと挨拶ポルトガル語でするので。あ、そうですね、はいはい、その前にそうですね、はい、Rádio Aquas, Aquas 8, Gets Hard. Este programa é transmitido do Estúdio Aquas, que fica dentro do Soso Square da cidade de Nasu Shobara, estado de Tochigi, Japão. Este, vamos começar a semana. Este programa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da noite, com personalidades diferentes para cada programa. Como este programa é das segundas-feiras, 8 horas, se chama Gets Hard, este é o senhor Galileu Suzuki-san e eu, Helenice Ueda, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. Ai. はい、ありがとうございます。もうジナダ。週末いかがでしたか。はい、ね、私はね、ガリレオさんが大好きの天文館に来ました。はい、サトゥーンのね、土星、はい、ね、土星を見て、それで月もすっごく綺麗に見て、本当にあの。いろんな月でもいろいろなプチプチがあるのね、はいはい、クレーターって言いますね、はい、クレーターね、はい、あれは メテオリットみたいのが落ちたのね、そうですね、はい、隕石が落ちて、まあ、地球にもありますけど、地球だと雨が降ったり風が吹いたりで、うん、あの形が崩れちゃうんですけど、うん、月には空気がないので、ね、昔何十億年か前、もうちょっと後かもしれないですけどね、うん、何万年前かに落ちたものがそのまんま残ってますね。それは土曜日にいたのよ。綺麗、綺麗、良かったですね。天気良くて、フライ農家で、はい、もう本当に10分ぐらいね、あのね、見ることができたので、すごくああ良かったなとか、それで息子が何年前にもね、ああいつかね連れていてとか言われて、昨日、土曜日に行ったので。よかったとか、大田原のふれあい農家にあるんですよ ね、うん、そうね、あそこは普通、まあ、ああいうの天文台っていうんですけど、うんうん、大田原のはふれあい農家天文館っていう名前の場所で、60センチだか65センチだか結構大きな望遠鏡で、しかもコンピューター制御で、見たいものを言うと、うん、ポチッとやるだけでスーッと動いて、あのもうその見たい星が見えるようになってるみたいで、僕も何回か行きましたけど、すごい楽しいですね。で、平日でも毎日あの行く前に電話していくと、ちょっと今電話番号分かりませんけど、うん、電話していくと、行ける。あそこ宿泊の研修施設なので、うん、大田原市が持ってる研修施設なので、あの学校の研修なんか入ってるとあのお客さんがたくさんいて、あのまともに見られないんですけど、行く時に電話して聞いてみるといいですね。そうね、僕なんか行った時もほとんど貸し切り状態で、こう次あれ見たいね、あれが見たいねとかって言うと、あ、素早いですね、電話番号、0287-28-3254 ですね。そうね、興味のある方はまず電話して行ってみてください。毎日夜何時頃からかな、7時、8時、9時、3回ぐらい多分見られるんですけども、まあ、詳しいことは電話で聞いてみるといいんですけども、うんうん、その時に他に予約たくさん入ってるとか団体の予約とかありませんかっていうのを聞いてみて、ね、行くといいと思います。あとは天気次第ですね、そう天気が晴れてる時じゃないと、ね、行っても見ないね、見られない、うん、まあ、写真とかプラネタリウムみたいな感じで、こんな星が今見えてるんですよっていう話は聞けますけど、行ったらねやっぱり星見ないともったいないですから ね、ビートとかね、初め見て空とかだ、うん、その望遠鏡でね生で見れるのですっごいな、いいですね、はい、うん、それで日曜日は
はい、礼拝に行ってそれだとから家に行ったのね、なんとか。それでガリレオさんは日曜日はどうでしたか？僕はね、土曜日は結構のんびりしてたんですけど、日曜日は金曜日のビバビバ、僕も出演している番組ですけども、そちらで紹介してました、那須黒磯地区でやってましたガレージセール、ちょっと顔出してみました。僕が知ってるカフェのホリデーさんとかカフェ、これもビバビバで出てくださったところですけど、カフェのセントロさん、そこでガレージセールやってましたので、行ってお茶をしたり食事をしたり、それとせっかく黒磯まで行ったので休みの日でのんびりできるというのもあって映画を見てきました。ホタルの光という映画ですけど、懐かしい懐かしいローマの風景がたくさん出てくるんですけど、ローマまだ行ったことなくて昔オードリー・ヘップバーンとスクーターというかね、バイクに乗ったことを思い出しますって、行ったことないですけど行ってみたいですね、ローマは、ローマいいな、いつか行きたいね、いつか行きたいです ね、コリゼウムとかね、穴のもうすごい昔けど、どんなにね穴の大きな建物とかねできたとかね、いいですね、行ってみたいところです ね、オードリー・ヘップバーンもいいですけど、その映画に出てた綾瀬はるかさんとか、松雪泰子さんもすごい素敵で、綾瀬はるかちゃん見たくて行ったんですけど、その劇の中での松雪泰子さんの役柄っていうのがなかなかね胸に迫ってくるものがあってよかったですね、引き込まれましたいい映画でしたね、すごい面白いんですよ、面白いんだけども、その中にすごく大事なことをねちゃんとメッセージとして描き込んであるんで、いい映画でした。人が人と関わって生きていくってことはこういうことなんだよなっていうのをすごく感じさせてくれる素敵な映画でした、興味のある方はぜひ行って見てみてください、いつまでやってんだろうな、フォーラム那須塩原で今上映中ですね、僕はそこで見てきました。そうね、いいな、いい週末でしたね、いい週末でしたね、なかなか、なんとか雨降ったとか、それでもすごいこんなにあまり暑くないとかね、まだそうですね、週末は結構良かったですね、で、日曜日の夕方からちょっと天気崩れたりしたんですけど、で今日はなんか暑くなかったですか、暑かったですよ ね、むしむし昨日もちょっと雨降ったんですけど、なんかちょっと湿度は高くなって、気温も結構暖かかったんで、昨日夜寝る前かな、僕寝室がすごい暖かいっていうかもわっとしてたんで、ちょっとの時間短い時間ですけども、エアコン入れてドライ運転しちゃいました。ここ今年最初のドライ運転ですね、で今日も多分家帰ってて寝室行くとなんかもわっとした感じがするんじゃないかと思うんで、風呂入ってる時にでもね、2階の寝室なんで窓開けて少し涼しくしときたいなって、昨日は雨降ったりしたもんだから窓開けられなかったんですよね、なので昨日雨降ったのでね、そんな工夫もしたいなと思います。また今年もね、夏になると暑くなって節電とかね、そうね、今日始まったのね、またなると思います、ね、それから、何でしたっけ、大井原発再稼働始まりましたね、でただ大井原発関西電力なんで、こちらまで電力を供給してもらってないんで、やはり電気節約いろいろしたいなと、あと僕ちょっとね電気に関してあれこれ考えてるところあるので、そのうちなんか公表したいなと思ってます。電気なんとかしたいですね、本当ね、原子力も使いたくないし、かといって、自分の生活しっかりしたい生活はしていきたいしっていうところであれこれ考えることがここのところ多いんですけど、その話も先々していけたらなと思ってます、それから、そうですね、この番組についてなんですけども、3つの扉を用意してますね、最初が、暮らしの扉、那須塩原市の生活情報をお送りします、ブラジル・ポルトガル語でも紹介していただきます、それから、このソスイスクエアアクアスにありますトライアルマートさんの商品をお借りして、生活に役立つ情報をエレンスさんにお伝えしていただきます。これもブラジル・ポルトガル語で紹介していただきます、今日は何かな、果物ですね、いいですね、夏ね、
それからその後音楽を挟みまして、またエレンさんですけども、仲良しの扉ということで、はい、聖書の御言葉、ありがたい言葉ですね、生きるためにとても役に立つお話、それから、このブラジル・ポルトガル語で、今度は皆さんにね言葉を覚えていただこうということでブラジル・ポルトガル語講座をお送りします。それとは、それから 3つ目の扉としまして、懐かしの扉、と題しまして、皆さんからのメールを募集しております。メール、それから私たちの話を中心に、懐かしい話、それからこれからのこととかいろいろ話ができたらいいなと思います。今月7月に入りました。昨日から7月ですね、早いですね、もう2012年も半分終わってしまいましたね。もうね早いですね、7月のメールテーマ、今日からですけども、今日お送りする番組からですけども、海にまつわる懐かしいお話、それから今年こんなことできたらいいななんて話を募集してますので、メールを送りください。メール、ここの月8のところにも書いてありますが、レディオアクアスのホームページからご覧の皆様は、ホームページ左の方にメールを送るというところがありますので、そちらから月8を選んでいただいて送っていただくと、私たちのところにもメールが着信しますので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。僕の話とかね、今日はちょっとしようかなと思います。栃木県民、それから僕、子供の頃というか、群馬県で育ったんですけど、海なし県なので海にすごい憧れがありましてね、今もそうですけどね、栃木県に暮らしてるので、ちょっとそんな話、まずは第1回目なので僕の話を中心にしたいなと思います。それでもメール、こんなことありました、今年こんなことしたいんですっていう話があったら、ぜひなかなかね、写真で送ってもらえないんでね、本当は綺麗な女性 の水着姿とか送っていただけるとすごく嬉しいんですけど、残念ながらね、写真送れないのでね、女性だけじゃなくて男性でもいいよ。そうですね、男性の水着も素敵ですよね。レンジさんがお待ちかねですので、送っていただけ、失礼して写真は送れないんです、残念なんで、個人的に店に来てくださってもいいですか。そういうね、西那須野にありますソスイスクエアアクアスの、アクアス広場の面したところで、この番組やっておりますので、このスタジオの前に来て水着を披露してくださっても結構です。大いに歓迎しています。そんなわけで、今日も月8お送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは最初のコーナー、暮らしの扉から暮らしの扉、ね、ちょっと私カメラ操作しながら、お願いします。最初にじゃあエレニスさんの話からいきます。見えるかな、優しい日本語実践セミナーということで、優しい日本語って聞いたことはありますか。阪神大震災をきっかけに、どうすれば日本語の得意でない外国人に正確な情報を伝えられるかということで研究が始まりました。日本語が片言の外国人に外国語を話さずに日本語で伝える方法とは、今大注目の優しい日本語のポイントを分かりやすく紹介します。これ前吉澤愛さんが話してくれたんですけど、話してくれたのね、普通に僕ら話してる言葉って結構難しいんですよね。そうです、普通に話しているけど、分からない人は分からないから大変のよね、なかなか難しいんですよね。例えば、まずじゃあちょっと時間と場所をお伝えしましょう。これ日時って言っても分かんないですよね。そうよね、 いつ何月何日何時からとかっていうことなんですけど、日時っていうのもそうですね。今年平成24年の7月14日土曜日、10時から16時、午前10時から午後4時ですね。場所は、大田原市総合文化会館。それからこれは他は小山と宇都宮になりますんで、この大田原市が県北の人たちにはいいかなと思います。7月14日、それから小山、宇都宮は9月ですね、ちょっと先になりますね。でもそちらでも行きたいなっていう人はいいかなと思います。講師の方は、これ向こ
向川っていうもんですかね、向川女子大学、文学部教育学科非常勤講師の金子雅子さん、日本語教育、英語教育、異文化間コミュニケーションを専門とし、留学生への日本語指導、ボランティアのための日本語の教え方講座の講師等幅広く活躍中。まあ、こういうところを見てもね、異文化間とかって分かんないですよね。そうね、世界中、国によっても民族によってもいろんな文化があります。そういうものの間のコミュニケーション、それから日本語指導、指導っていうのもなかなか難しいですよね。そうです教えて導いていくということですけど、まあ、導くって言葉もね、なかなか外国人は分かりにくいかもしれないです、教え方の講座をいろいろやっている方ですね。で、対象となるのは、職場や日常生活で外国人に接する機会の多い方、または外国人とのコミュニケーションに関心のある方、まあ、興味があればぜひ聞いてください。参加費は無料、各会場30名先着順ということですから、申し込みが必要ですね。はい、申し込み方法は、ご希望の会場の開催日1週間前までに下記までお電話ください。電話受け付けるのは公益財団法人栃木県国際交流協会 TIA、電話 028-621-0777 ですね。はい、じゃあ、はいはい、これはね、ちょっとこのポルトガル語で言うので、はい、ジェンイチ、優しい日本語、ケンゴスタジーじーじーアプリンデータンポキンマイソブリソブリ、a língua japonesa tal, e queira assim se interar sobre os assuntos que são feitos agora de auxílio aos estrangeiros sobre desastres, terremotos, furacões, tá? Então, quiser participar, vai ter um encontro agora na cidade de Otawara, que é aqui pertinho, dia 14 de julho, das 10 às 4 horas da tarde, com a professora Kaneko. Tá? Ela ensina línguas estrangeiras na faculdade, e se você quiser entrar em contato, é pela Associação Internacional de Tutig, 0286-210777, 0286-210777. Não perca a oportunidade. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mou hitotsu wa desu ne, mada chotto saki nan desu kedo, jajan.待っていたな。金曜日にもお伝えしました、ウクレレフェスタが今年もあります、8月の5日日曜日、場所は三島ホールですね。毎年恒例になってます。時間が、午後1時30分開場、午後2時開演。入場は無料なんですけども、入場整理券が必要になります。はい、よろしくお願いします。2つもよろしくお願いします。今私何枚か持っているんですけども、はい、じゃじゃん、エレンジさんが欲しいということなんで2枚でいいですか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。この入場整理券が必要になります。私何枚か持ってるんで、ガリレオまで行ってくださってもいいですし、こちら、まあ、このウクレレの指導をされている方が森先生という方なんですけども、ウクレレ実行委員会として、森さんのところに電話をしていただくと、手に入るかなと思います。なくなり次第ね、配布できなくなりますので、お早めに、申し込んでください。電話 0287-366144 です。それからね、ウクレレに興味のある方、やってみたいなっていう人は、今年もウクレレ入門講座があります。初心者のためのウクレレ入門講座、9月の1、8、15土曜日で3回ですね、10時から12時全部で3回、場所は西那須の公民館になります。教材費として2000円が必要になります。このね、講習会を受けた方の多くがまたウクレレを一緒にやるサークルに入ってくれて、まあ、そういう方たちがこのウクレレフェスタ、皆さん盛り上げてくれてます。僕はこの講習会受けないで一人、家でウクレレ楽しんでたところからそのウクレレフェスタの存在を知って仲間に入ったんですけども、全く今まで楽器やってないって方はこのウクレレ講座聞いて、初
始めるのもいいんじゃないかなと思います。本当ウクレレって楽器の経験なくてもいいです、うん、親しみやすい楽器だと思います。僕はギターを少しやってましたので、ウクレレ、ギターだけじゃないですね、ウクレレも買って始めてた時だったんで、講習を受けないで参加しましたけども、本当に今まで楽器って全然やったことないっていう方でも結構たくさんやってらっしゃいます。仕事をリタイアした時に始める方結構たくさんいます。それでも弾きやすいですね、覚えられますね、とても楽しい楽器、それから音色がすごく素敵なんですよね。僕ギターの音色よりウクレレの音色の方が好きなんです、ね、ということで、はい、これもブラジル・ポルトガル語講座でちょっと紹介していただきましょうかね、はいはい、どうぞどうぞ、はい、gente, olha, é assim, ó. Vai ter a apresentação de ukulele, é aquela guitarra havaiana, tá? Então, vai ser dia 5 de agosto desse ano, das 1:30 vai abrir a cerimônia, a apresentação, e 2 horas começa. É gratuito, mas precisa ter o ticket, tá? De entrada. Vai ser no Nishinasu, Mishima Kominkan, ali perto do Asano e do Museu de Nishinasu. Ai, gente, é muito bom ouvir, viu? O curerê, tá? E se vocês quiserem participar, quiserem aprender a tocar o curerê, vai acontecer 3 vezes, 3 aulas, em setembro, no dia 1, dia 8 e dia 15, das 10 ao meio-dia. Vão ser 3 dias, tá? De ensino, tá? Vai precisar levar o seu ukulele, né? No Mishima Nishinasu no Kominkan. E a taxa é de 2.000, tá bom? Ai. Ai, obrigado. Marmelo. Marmelo. Né? Do, né? Marmelo, né? O ukulele, né? Pitaria, né? Ai, それではですね、トライアル商品の紹介をしていただきます。今日はフルーツでしたっけ。そう、フルーツ、果物ね。それで、はい、今日はね、何が違うとか、今日はもうさくらんぼが綺麗だったの。あら、さくらんぼ、はい、さくらんぼ、この間の山形のさくらんぼ持ってきて、ちょうど今シーズンですね。僕もこの前食べました。すごく美味しかったよ、ね、ガリレオさん、はい、この色がまたいいですよね。そう、近くで見せちゃいましょう、はいはい、見せてください。それはサクランボ、日本のサクランボね。これが298円です。あ、安いですね、298円。はい、そう、ai, deixa eu portugal go de uno de. Gente, olha, para quem não conhece, esse aqui é a cereja do Japão, tá? É a famosa fruta da cerejeira, cereja do Japão. Ela é vermelhinha, ela tem uma cor diferente, né? Olha como que ela é. E custa 298 ienes no trial, tá? Ela tem um sabor mais assim delicado, tá? これはね、アメリカチェリー、アメリカンチェリー、それが298円です。これも298円。そう、同じ値段。じゃあ変わんないですね。そう今変わらなくなったのね。どこが違うかな。色がまず違いますね。色とか味ね、味も違う。だいぶ違いますね。そう、サクランボはちょっとかな、酸っぱさと甘さがあるから。サクランボは酸っぱさもありますね。アメリカンチェリーは本当甘い、甘いね。それで香りもさくらんぼの方がちょっとこんなに ある、ね、元はあるけどね。でもね、アメリカンチェリーも嫌いじゃないんですけどね、さくらんぼ食べちゃうとやっぱりさくらんぼの方がいいなって思いますね。さくらんぼの方がいいな、これはね、好きな人けど、ちょっとその、アメリカのチェリー、ポルトガル語で話すので、はいはい、gente, esse aqui, ó, é oÉ a cereja americana, tá? Ela, vê a cor, ela é diferente também, ela é um pouquinho maior também, tá? Então a cereja americana, ela é mais doce, mas não tem assim aquela acidez e o aroma do sakurambo, da cereja japonesa. Os dois custam 298 ienes. Onajineda, né? É o mesmo preço, tá, gente? Essa é americana.
E essa é a japonesa, tá? Olha, olha a diferença, tá? Aí. Onajinetan da tsukane. それで、グレープフルーツ。これ、これが、あの、か、あの、見えるかな？色、色の違うのが。分かりますね。分かるのね。これが、こっちの方が普通にグレープフルーツだなって感じしますね。そう、これは白いのね。はい。普通の白い。それで、これは、あの、赤。赤い、ルビー。赤い、ルビーっていうのね。そう。同じグレープフルーツで値段も同じですね。78円。安いですね。安いよね。普通によくね、100円ぐらいでもう安いなと思いますけど、それ以上すると高いかなと。あの苦手粉にね、好きな人いるけど、苦手のはこの、 あの白い部分がちょっと苦味があるのね。そうですね、僕はその苦味が好きですけど、ね、そう、私も大好きのその苦味ね、一緒に食べるのが大好きので、これはあの白いグレープフルーツと、これは赤いルビーグレープフルーツ、はい、それでポルトガル語で話しますので、gente, olha, esse aqui é o grapefruit, é branco, tá? Olha, tá vendo? Ele é amarelo e dentro, assim, a polpa dele também é branco e o gomo dele é laranja. É normal, como se fosse um limão. Só que ele é doce, tá? É amargo. Esse aqui é o rubi. Você abre, o gomo dele é vermelho e é, não sei se vocês conhecem a laranja sanguínea. A sanguínea, ela é uma cor assim bem alaranjada, tá? Então, o grapefruit também, ele é meio amargo, tá? E é assim, bem um sabor característico. Ele é o vermelho e esse é o branco, tá? Os dois têm o mesmo preço. Cada um deles está por 78 ienes no trial. A buradeira de amari nai no grapefruit. Ah, mas não tem nai no, né? あまり人気がないか知らないけど、入ってくるのはアメリカさんが多いんでしょうかね。そうよね。そうですか、ブラジルはあまり見ないですか、うん、サクランボとかチェリーはどうですか。サクランボもあまり見ないよね。チェリーはあります。チェリーもあまり見ないですか。ないないない、ね、はい、ね、それで向こう、あの7年前やけど、はい、これはあのキウイの普通のキウイよね、はい、あのグリーンのね、はいはい、そう、これは知ってますか？ニュージーランドのこれはあの黄色いのキウイ。黄色いキウイ。そう、ゴールドね。ゴールっていうのね。それで値段も98円1個が、うん。あ、でもそんな高くないですね。そうね、もう同じ値段になった。どちらも同じですか？昔はすごくこれが、うん、黄色いのがすごい高かったよね。ね、それでも今は同じ値段になりましたのね。はい。どっちの方が好きのガディオさん？どっちも好きですね。でも金色の出てきた時いいなと思いましたね。甘くて最初食べた時すごく甘かったですね。そう、私の方も この黄色いの方が美味しいと思うのね、うん、それでもあの酸っぱさが欲しい時にはこのグリーンの方を買いますね。そうです、僕も結構酸っぱいの好きだし、あとヨーグルトと一緒に食べることが多いんで、まあどっちでもいいですけど、どっちも食べますけど、うん、はい、ポルトガル語で言うので、 gente, esse daqui é o kiwi normal, tá? Que a gente conhece, que tem no Brasil, tudo direitinho. É o verde, tá? Kiwi verde. Só que aqui no Japão tem esse kiwi amarelo. Não sei se já tem no Brasil. Ele aqui é da Nova Zelândia, tá? O kiwi amarelo, ele é bem mais doce e não tem o azedo do kiwi verde, tá? Os dois, qualquer um deles está por 98 ienes no trial. Aí.そうですね、キウイっていうとニュージーランドって感じですけど、今日本でも結構作ってますからね。そうね、日本でもすっごいなるの ね、 ね、 ね、ブラジルでも見たのよ、なるのよ。あ、ブラジルでも結構あるんですか。はい、キウイもなるのね、うん、でも黄色いの方は見てない。あ、見ないですね、黄色いの僕も見たことないですね、作ってるの、うん、で、これマタタビの仲間なんですよ、うん、だから猫がね、うんうん、かじったりしちゃいますね。それってあの猫が大好きのね、キウイの木とか木が好きなんですね。猫こうやってかじっちゃったりね、抜いちゃったりする、スリスリする。そうです。一回あのね、あの切ってね、その枝を切って
あの下の方に置いとったのよね、枯れるまで。それで猫が来て、猫が寄ってきたんですか、ね、寄ってきたのね。いっぱいそうなんですよね。そうですか。それからこれキウイって多分普通に置いとくとなかなか柔らかくならないんですけど、リンゴと一緒に置いとくんでしたっけ。そうね、そうすると柔らかくなって甘くなってきます、うん、そうよね、ブラジル語でも、ブラジル語、ポルトガル語でも。Olha, gente, o Galileu San está falando assim que o kiwi verde ele é difícil amadurecer, né? Mas se deixar junto com maçã, né? Com maçã ele amadurece rápido e fica gostoso, tá? Ai, Galileu San, arigato. Muito obrigada. Muito obrigado. それでは、ここで一曲音楽を入れたいと思います。入れましょうね。ちょっと待ってくださいね。何でしたっけ、米田ひろしさんの神よ歌おうですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、それではお送りします。どうぞ聴いてください。
米田博さんで今神を歌おうを聞いていただきました、それでは、仲良しの扉聖書の御言葉からお願いします。はい、はいはい、お願いします。今日は創世記の5章の3節です。それでアダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。この話前にも4章の方でも出てきましたか。そうです、はいはい。それで何回もこんなに同じ話って言うけど、違う、うん、メッセージあるのね。130年生きたっていうのは書いてなかったですよね、うん、それからちょっとこれ気になるんですけど、アダムが産んだわけじゃないですね。そうですね、イブが産んだんです。イブが産んだのね。アダムの子としてイブから生まれた子供がセツ、はい、これはカインやアベルとはまた別の兄弟になるんですね。そうですね、はいはい。それで、ポルトガル語で読むので、はい、ジェネシスカピトル5ヴェルシクル3、perdão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. それで英語では Genesis chapter 5 verses 3. When Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, according to his image, and he named him Seth. はい。そうね、130年ってなんか長生きな感じしますけど、最近出てきてる本で人間の体が、普通にしっかりと、うん、病気とかしない本当自然のままだと125年とかぐらいの寿命を持ってる体だっていうような話を聞いたことがあるんで、そうやね、だから普通に何にも何事もなくちゃんと生きればそのくらい生きられるのかななんて気もちょっとしますね。そうよね。本当は人間はこんなに塩砂糖とかね、いろいろな、食べ過ぎになったかな、普通の生活に入ってカロリー取りすぎたり体を動かさないで肉を食べたり油とか取ったりして、それで体もこんなにね家畜も育ってて肉も食べられるようになったのね、うん、それで本当は人間って120年まで生きることね、そのくらい生きられる体なんだっていうのはなんか僕も読んだか聞いたかした記憶があるんで、そういうもんなのかなって気もしますね。そう、それでそのこんなに年のことも聖書に書いてるのよ。あ、そうなんですか。そう、なぜ120年にな生きるようになるとか、うん、すごい不思議。今ガリレオさんの話の中ではそれあるのね。うーん、なんか先々そんな話も出てきますかね。そうです、楽しみですね。はい、はい、そうよね、うん、はい。まあ、セットがね、アベルとカインの後にセットが生まれたのね、はい、他にもまだいろいろ出てくるんですかね、はい、来ますよ、はい、楽しみに、ね、じゃあ来週以降また楽しみにじゃあ、はい、ブラジル、ポルトガル語、ポルトガル語ではね、はい、リニャフェホビアリア、リニャフェホビアリア、そう、リニャ、リニャフェホビアリア、フェホビアリア、そう、フェホビアリア、フェホ、フェホビアリアその鉄道線、ね、鉄道線、鉄道線のリニャ、リニャはね、線のこと、あれですね、リニアモーターかなんかのリニアと同じかな。そう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 、リニャね、その線のことね、うん、フェーホは鉄道、鉄ね、ビアーリはその、ああ、道、ビアーリア、じゃあ鉄の道っていうことは日本語と同じなんですかね。そうです、鉄の線の道ね、うん、ね、まっすぐね、それがリニアっていうのね。鉄道線っていうか、鉄道って言った方が日本語としてはいいかもしれないですね。単に鉄道でいいかなって気がしますね。そうね、その線がね、リニアね、それが鉄道線って。あれですか、ブラジルにも日本の鉄道マニアみたいな人は
いますか？あまりないね。あまりないですか？あまりない、ね、全部の線を制覇するとか時刻表をこうやって一生懸命見たり、あまりないですか？ブラジルの鉄道ってちゃんと時間通りに行きます？ないじゃあ中国と同じですか？あの昔はだったけど、あのだん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 こんなに普通の時間になってバースみたいにこんなに順々に取るようになったのよ、うん、それでこんなに決まりがないのね、時間に。あ、そうなんですか。そう、20分か15分とかついつい取るのね、うん、遅れたりするんです。そう、バースもそんなに時間ないのね、うん、東京みたいについつい通るので。日本だと時間通りに来ないと大騒ぎになりますけど ね、 そ う、 ですね。でそうじゃないと今度電車と電車がこうぶつかっちゃったりしますから、ね、本当正確に動かないとダメってありますけどね。そんな感じですか。でも広い国だから結構鉄道はできてるんですか？どこへ行くにも遠くへ行くにも。昔はもっとあったけど、あ、少なくなってます。少なくなって。今やっぱり車ですか？車とかトラックとかね、あの貨物、貨物ね、とかトラックとか車になって。そう、トラックの方が貨物も鉄道で運ぶんではなくてトラックが運んでる。そうです。じゃあ日本と同じような感じですかね。そうね、もっとあの早いとか、あのこんなに荷物が、そこの場に行くから、はい、もっと簡単に。そうですね、鉄道だと駅じゃないと下ろせないですけど、車だとそこまで行けるから。うん、道はそうするともうどこまでも道はあるけど、たくさんあってもそんなにいいじゃないですね。あまりいい道じゃない。そう、アマゾンみたいに、はいはいはい、雨が降ってそのアスファルトとか全部こんなに流すのね、はいはい、大雨とかあって、はい、それで時々こんなに行けることできないとか。ああ、道が通れなくなっちゃうんですね。そうです、雨が降って、うんうん、そういうのは今も結構あるんです、ね、ありますね。じゃあ荷物を送ろうと思ってもそこにたどり着かないということも。届いたら幸いなとか思うのね。それでもそんなに悪くないね。サンポールとかの大きな町だったらもう結構いい道があるね。なるほど。高速道路はやっぱりお金かかるんですか？はい、あります。ペダージュっていうの、ペダージュね、そのすごい高くなる時があるよね。それも日本みたいんじゃないけど向こうにもお金かかるね。結構やっぱりじゃあお金持ちが利用するようなところ。そうです。車もお金持ちはいい車乗るけど、結構でも車皆さん持ってますよね、ブラジルの人はね。持ってますね。多いですよね、はいはい、あ、そう、話途中で遮っちゃいましたけど、次がどんな話が出てくるのかな、はい、それで日本では新しいの3つの線できるのね。そのConstrução de três linhas de trem bala. Construção de três linhas de trem bala. Trem bala. Só. Construção de três linhas de três linhas de trem bala.バーラ、トレンバーラ。そのバーラは新幹線のあのトレンバーラっていうのね、あの電車が鉄砲みたいに歩くから速いので、トレンバーラっていうのが新幹線ですか？新幹線。あのリンヤはその線ね、線ですね。トレースが3ですね。3、新しいだからね、新やね。でコンストゥルさんが建設する、建設、これ僕知らないけどどこの参戦なんだろう。 それが今度のちょっと、はい、次の続いてるんですね、はい、ちょっと待ってください。どこにできるんだろう。できどこだろうね、はい、あ、分かんないな、はい、どこですか？北海道の函館から札幌、はい、ポルトガル語で教えたいのはね、はい、このアがあるでしょ、ア、はい、アこのアが真ん中にある、函館、札幌、はい、それそのアがあそこまでの、函館から札幌までってことですね。そう、それがアだけだったらもうそれが分かるのね。うん、函館ア札幌、函館214キロメートルね、その211キロメートル、函館ア札幌、それで、はい、それは北海道ね、はい、本州には金沢あ、敦賀、金沢
アツルガ。そう、それが113キロメートル、はい、ね。それでイサハヤア長崎。イサハヤア長崎。そう、それが21キロメートル。九州は、北九州から文字からずっと、鹿児島まで行ってんでしたっけ？はい、行ってますよ。そうそうそう。熊本からもう、はい、鹿児島までできたんですね。そうですね。で長崎の方はまだできてないんですね。そうね。それの長崎から諫早までが作られると。そう、一番あの日本で作ったのはあの、その諫早までね。諫早までできてるんでしたっけ？そう、2009年だったのね。一番最後の。じゃあそこまでできてるんですね。できている。どっから行くんだろう。佐賀を通って行くのかな。うん。どの辺から分かれるんだろう。あ、そちらできてんですね、諫早までは。じゃああとちょっと21キロ作れば長崎まで新幹線につながるんですね。 それからこの2番目の金沢から敦賀っていうのは北陸になりますけど、今まだ北陸って全然ないですよね、うん、多分米原あたりにつながっていくんだろうと思うんですが、それから金沢から今度は富山を通って新潟の方もね、つなげられたらいいなと思いますけど、あと長野から先も多分向こうへ行くんですよね、多分計画としては。なんか楽しみですね、北陸とか行ってみたいし、九州も行ってみたいし、あ、来年僕長崎行こうと思ってますまだその頃はまだできてないですよね、きっと ね、北海道もまだ行ったことないのでいつか行ってみたいですね。でもこれつながっちゃうと北斗星やカシオペアが走んなくなっちゃうかなって気がしますね。あ、九州も今あの桜とか、今はやぶさって東北新幹線走ってますけど、はやぶさっていう寝台特急があったんですけど、結局乗ることもなく廃線になってしまいましたけど、ね、寝台車で行くっていうのもなんかロマンがあっていいなと思います、うん、そうね。またブラジルの話になりますけど、はい、そういう新幹線みたいなのあるんですか？新幹線やあのね、地下鉄あるよ。新幹線はない。早い列車は、早い電車は地下鉄だけね。それからさっき言った寝台特急みたいなのあるんですか？中でこう寝泊まりし、ね、寝ていくようなないね。私の時代はない。昔はあったけど、うん、昔あったよね。全部あの電車の方があの早かったから。今みんなやっぱり車になっちゃってるんですかね。そう、車の方がバースとかね、ゆっくり寝ていて早いので、ね、はい、はい、ありがとうございます。それでは3つ目の扉行く前にまた音楽を聴いてもらって、はい、音楽の方はこれ誰だっけ、八代敦さんで熱風という曲を聴いていただきます。これから夏ですからね、夏に向いた曲、熱風を聴いていただきます。どうぞ。湿った熱風を切り裂いて迷いさえも断ち切り走りゆく少年。覆いしける芝生に照らされてめまいを吠え立ち尽くした。置き去りにされたままの両足と旬と呼ぶにはあまりに儚すぎて、思い出とするには消えることなき情熱。幻想の未来も身にしみる現実も悩みさえも忘れて走りゆく少年。ためらいをやめて両手両足を大地に向け振りかざした。
セットするには消えることなき情熱ひとくしめた念を切り裂いて迷いさえも断ち切り走りゆく少年追いしける芝生に照らされてめまいを吠え立ち尽くした幻想の未来も身にしみる現実も悩みさえも忘れて走りゆく少年ためらいをやめて両手両足を大地に向け振りかざしたララ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 ラはい、3つ目の扉ですね、はい懐かしの扉です。今月のメールテーマは海にまつわるお話ということで、今日は第1回目なんでちょっと僕の話をしようかなと思っております、はい最初にもちょっと番組の初めの方にもちょっと言いましたけど僕も群馬で育って、うんうん、今栃木県に暮らしてるんですけど海なし県なんですよねだからあんまり海に慣れ親しんでないってところはあって、じゃあ海ってどんな感じで行ったかっていうと小学校の時に親に連れて行ってもらったのが海の海って初めてじゃないのかな、小学校行ってたんだよな多分な、行ったのは新潟です。群馬からだと新潟の海っていうのはやっぱり行きやすかったのか、親父が海のものを食べたくて新潟に行ったのか、何か他に知り合いがいたとかあるのかもしれないんですけど、最近僕あのユースホステルって、うん、あの会員になって利用したりしてるんですけども、後で聞くと、お寺に泊まったんですけども、うん、そこもユースホステルだったらしいんですよ。でお寺で、買ってごめんごめん泊まったんですけどもね、なんかすごい贅沢なことをやったような気がしますね。海へ行くってだけでなんかワクワクしましたね。で子供の頃ね初めて行った時僕海怖くてあまり入れなかったらしいんですけど何歳だったのか小学校の1年生かそこらだと思います。行ってたか行って小学校に上がってたか上がってないかぐらいの時ですね。でも妹はそれよりちっちゃくて、まあちっちゃいから平気って怖いものを全然知らないっていうのもあるのかもしれないですけど、妹の方が、海平気で行ってたって言ってますね。僕は怖くてあまり海に入らなかったらしいです、それから、あと小学校6年の時かな、臨海学校というのがあって、林間学校、山でみんなで共同生活する林間学校とか、あと海辺で、共同生活する臨海学校なんていうのがあって行った記憶があります。そうですね、両方ありましたね、林間学校も臨海学校も。小学校6年の時に多分にやっぱり新潟なんですね、群馬県で臨海学校っていうと、栃木県だとあんまりね新潟の方行くっていうのは少なくて多分茨城に行くと思うんですけど、群馬県からだと茨城にも行けないことはない、特に群馬県の東の方栃木県寄りだったので茨城にも国道50号線で行けばずっと行けば那珂湊とかね大洗とか行けますので、そういう方法もあったんじゃないかなと思うんですけど、私はまだ新潟に行ってないけど。いや行ったことないですか。違うのですか。やっぱり海がちょっと違いますね、日本海側と太平洋側っていうのは、うんうん、ただ僕が行った、小学校の時に行ったところはクジラ波って言ってすごい大きな波が来るところなんですよ。クジラ波、まあ、ここクジラが今出てますけど、クジラ波っていうところで、うん大きな波が来るところでした、全体に日本海側の方が、ね、海が静かだった。あと太平洋側でもあの内海、うんうん、湾でこう囲まれてる入り江だとそんなに波は激しくないですね。でも茨城県のあたりって外海じゃないですか、だから波が結構激しいんですよね。そうです。で僕は茨城の海って海水浴に行った記憶は実は全然ないんですね。であと僕海行ったのって
高校生の時に友達と一緒に泊まりで行った、これもねユースホステルだったんですよ実は、鎌倉の海に行きました、うん、なんかねユースホステルの宣伝するわけじゃないんですけど今年もね、うん、ちょっと今月、沖縄の海それもそんな の, あの会員として払っていいこの？そうですね、まあ、あの普通のホテル泊まるより安い、あとはあのユースホステルって面白いのはそこに泊まる人たちでこういう、うん、あのレクリエーションとか一緒にやったりするんですよ。おー面白い。で高校生の時に行った時にはあの何人か泊まる部屋に何人かいて、うん、全然初めて会う人と同じ部屋に泊まるんですけど、うん、社会人のお兄さんと一緒になっていろいろお話聞きましたね。面白い話なかなか聞きましたね。ああいう経験って僕はすごく良かったなと思うんですけど、高校の時友達僕の他に2人行って3人の友達で行って、でお兄さん働いてるお兄さんが2人同じ部屋だったんですけど、いろいろ教えていただきましたね。いいな。ああ人間生きるってことはこういうことなのかな、あの社会に出て働くっていうのはこういうことなんだなとかって、まあ、あと趣味の話とかねいろいろ聞いたりしたんですけど、音楽の話とか趣味の話とかもこういうのも面白いですね。いいな。もっとね女の子のこととか聞こうと思う聞けばよかったのかなとか思いますけどあのお兄さんたちはあまりそういう経験ないかもしれないしなんて言うと失礼ですけど、でもそういうね知らない人とそうやってコミュニケーションを取るっていうのはすごくいいなと思ってて、最近そうやってあのユースホステルに絡んでいろんなあのそういうところへ人とコミュニケーションしてるんですけど、そういうのがまた今楽しい、すごく楽しいなと思うんで、あの頃に比べると今ユースホステルってそんな利用してる人多くないんだと思うんですね。そういう宿泊施設もなんか昔に比べると減ったかなって感じもするし、利用者も減ってるんじゃない、会員も減ってるんじゃないかなと思うんですけど、もっともっとそういうのを利用していただけたらいいなっていうのは感じてるんで、そんな話もこれからしていけたらいいなと思いますね。ただ海でね一番思い出すのはね、うん、ある女性と行ったね、あハワイの海ですね。ハワイの海、ハワイの海いいですねやっぱりね。そうですか。あのよく言うハネムーンっていうやつで、ね、行ったんですけど、ね今その女性とは一緒にいないので、非常に残念ですけども、やっぱりすごく思い出に残ってますね。その女性と行ったのも海に行ったっていうのはそのハワイだけですね。でも面白かったですねハワイは、いいとこですね。また行きたいな、まあ、またその女性と行くってことはどうか分かんないですけどね。頑張って。別の素敵な女性と行ってもいいなっていうふうに思ってます、ね、皆さんのねなんかそんな情報も、情報って言っちゃうとなんかあれですけどね、あの思い出話とかね、あとこんなことをしたいなって思う、特に裏若く美しい女性から、ガリレオさん連れてってとか、あの逆に僕のね行くお金とか出してくれて、連れてってあげるよっていう女性がいるともっともっと嬉しいんですけど、まあガリレオさんも何もそれ以上いらないんですか？そんなお話があったらぜひメールいただけたらありがたいなと思います。またね来週はエレニスさんにもいろいろ話聞けたらなと思ってます。そうね、あのブラジルといえばねあの白いビーチコパカバーナとかね ありますのでね、そんな話が聞けたらいいなと思います。あのエレニスさんに質問でもいいですし、あの自分のお話でもいいですし、メールを寄せていただけると嬉しいなと思います。そんなところで懐かしの扉を終わろうかと思います、うん、あとね今週末、いろいろ情報ありますんで、お話ししようかな、はい、これね、他の番組でも紹介していると思いますけど、今週末、7月7日8日、アルパライブ、アルパってあの縦ごとハープみたいなやつですけども、あの南米の民族楽器のアルパというものがありまして、志賀明宏さんのライブがあります。これ僕去年あの巻狩りの日にね、巻狩り祭りの日に、正蔵さんで聞いたんですけど、これもすごい良くてね、ここにもちょっと写真出てますけど、篠原信義さんと高山さんが、見せるかな、一緒に出演されます、7月7日土曜日は、塩原温泉物語館で、何時から、もうちょっと上に上げてもらえるというかな、カフェレストランランプで行われます。会場が2時半、開演が3時です。
入場は無料。それから8日の日曜日、こちらは大田原のスタジオ M というところで行われます。佐藤カメラの、南隣ですかね、うんうんうん。こちらは12時開場、1時開演。開演の前に多分これランチ付きなので12時には入れます。でランチを食べながら、聴ける。ランチそれからドリンクが付いてると思います。3000円になりますけども、ランチとドリンクが付きます。またドリンクはね、お金を払えばおかわりいろんなものを選んで飲めると思いますし、お料理の方も何か追加できるのかな、ちょっとその辺わからないですけども、うん。多分満足いける、お料理だけで見ても満足できると思いますけど、そこに素敵な音楽が一緒に聴けるということで、興味のある方はぜひ、はい、なんか紹介しますそれ、はい、いいですか。で、あともう一つ、7月に入りまして、先ほどのね、7日のカフェレストランランプの方、僕実は聞きに行こうと思ってるんですけども、塩原まで行ったらこのトテ焼き、この7月1日昨日からですね、クールトテとして、夏にぴったりのスイーツ、スイーツばっかりではないんですけどね、トテ焼きが、販売されてます。これもねぜひ行って食べたいと思ってます。興味のある方はぜひこの夏塩原温泉、特に7日の土曜日はアルパの演奏も聞くことができます。ということで、はい、時間過ぎましたね、はいはい。というわけでそろそろお別れのご挨拶しようと思います。のその写真見てるだけでね、食べてみたいなと思いますね。食べたいな。僕も土曜日は行ってみようと思ってるの で、 ウクレレフェスタもね、はい、ウクレレフェスタも、ね、興味のある方はぜひよろしくお願いします、はい。夏らしくていいですよ ね、このマーメイドちゃんみたいな人が僕と一緒にハワイに行ってくれると嬉しいなと思います。はい、はい、それではお別れのご挨拶、また来週ね。チャオチャオチャオシェンチ、チャオファミリア、チャオブラジル、チャオ。あ、ジングルが入らないな、これか。アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、ドゥワー。ではまた来週。チャオ。